どうもこんにちは、狩野一馬です。本日は永瀬智也主演、脚本工藤官九郎、俺の家の話の感想を言っていきたいと思います。この作品は何でも永瀬智也さんがジャニーズ事務所退所前の最後の連続ドラマ主演となる予定だそうで、永瀬さんはジャニーズを退所した後は裏方としてやっていくらしいんですよ。だからもしかしたらこれが最後のドラマ出演になるかもしれないので、いやもう本当に大注目ですよ。それでは感想を言っていきたいと思います。まずは何と言ってもやっぱ工藤官九郎脚本作というのがね、これがまずね一番のね注目ですよね。池袋ウエストゲートパーク、木更津キャッツアイ、タイガー&ドラゴン、ハマちゃん、イダテンと、いや僕もねもうほとんど見てるぐらいね大好きな脚本家ですけども、まあその非常に評価は高いけど視聴率が取れないことでもね有名なまあそんな中でね、ハマちゃんはねまあ奇跡の一作でしたけども、そして今作の内容が、永瀬智也さん演じるプロレスラーの三山十一というキャラクターが、彼がその何十年ぶりかにその実家に帰って、それで、能楽の人間国宝である父親西田敏行演じる三山寿三郎を介護するという、そんなお話で、まあ能楽とかプロレスラーとかってのはあんまり馴染みはないですけども、ただ親の介護というこの点は、まあ、人間大なり小なりまあほとんどの人が通るような道だと思うんですよ。で今回のね第1話でその寿三郎をこの十一がお風呂に入れてあげるシーンがあるんですよね。お風呂に入れるというか、まあその体を拭いてあげるようなシーンがあって、そこでこの十一がそのあまりにも辛くて一回逃げ出しちゃうんですよね。いやこれはね本当に身につまされますね。うん、僕はね今のところそんな予定はないですけども、まあ、いつかはこういうことが来る日がねあるかもしれないし、その息子からすれば父親の情けない姿を見るのがやっぱ一番きついんですよね。頼るべき存在だった人の本当になんかもうその赤ちゃんとまでは言わないけども、お風呂にすら入れないなんていう姿はやっぱ見たくないんですよね。だからねこのシーンはねまあ非常に重たかったんだけど、ただこの作品はやっぱり基本的にはクドカンなんでコメディなんですよね。その細かい言葉のやり取りとか、まあそのギャグ的な演出とかもあるので、なんとかギリギリマイルドに見れてますよね。うん、やっぱねちょっと重たいところをこういうコメディで和ましてくれるところがやっぱクドカンのいいところで、あの何年か前にあの最強の二人っていうね介護士と半身不随の男性の友情の映画がありましたけども、ちょっとその作品を彷彿させるようなそんなニュアンスの作品ですねそしてねやはり、まあ、クドカンなんで、まあ、コメディの演出、まあ、脚本その部分はやっぱどれもね楽しかったですね。あのこの十一がそのプロレスを引退することになって、その引退試合でタッグパートナーのプリティハラさんにそのいいとこを全部持ってかれて、でしかもマイクまで壊されて最後のスピーチもマイクなしでやるっていう、もうほんといいとこなしの引退試合とか、あそことかもねすごい面白かったし、あとはそのロバートの秋山隆二演じる OSD 長田さんですねこれもねやっぱねそのクドカンってさ、そのどんなキャラクターどんな業種に対しても優しい目線ってあると思うけど、まあ、ちょっとだけラッパーに厳しいねちょっときついところはありますけども、ただねこのそのキャラクターが僕はねそのロバートのナイロン DJ をね彷彿とさせるようなキャラクターで、あのナイロン生地のね服を使って DJ するあの秋山のキャラクターがあって、それがついにドラマ界に出てきたかと思って僕はねこの辺も結構好きだったし、でまあそんな全体はコメディなんだけど、やっぱたまに入ってくるシリアスなところっていうのがね、やっぱりこれがもうね本当にもう辛いね今回の第1話でお風呂のシーンともう一つ辛かったのは、やっぱこの寿三郎が
その認知症のテストをね受けるんだけど、そこでその野菜のね名前を言ってってほしいって言うんだけど、なかなかこう野菜の名前が出なくて、それでこう認知症だということがもう知れ渡るというね。ここのね演出もね、そのね、そのカメラがぐーっと西田敏行に迫っていくじゃないですか。その周りからこう置いてきぼりを食らってる感じとか、自分だけが違うんだなっていうのを自覚したりとかっていうのをすごい演出でね、いい感じに見せるなと。でここでさ、その息子、その11の息子の秀夫が、まあ、ちょっとこう空気の読めないねことを言うのよね。これはな、学習障害なのかね、多動症の問題なのか分かんないけど、でも俺はむしろね、あの空気は読めてないように見えて、むしろ空気を読めてるように見えたね。いや実際あそこで誰も言葉を発しなかった方が絶対最悪の空気になってたから、だから空気読めないようなこと言ってもあそこで何かねこう喋ってくれた方が、俺はねあの全体の空気としてはねすごい良かったと思うから、だ俺はねむしろねあそこに子供がいてよかったなってね思った。でもやっぱ辛い。そしてねそんな後最後にさ、そのなんでね野菜の名前出てこねえのかなって言ったところに、この11が別に八百屋じゃねえんだからよってね、この感じ、やっぱクドカンいいわ。やっぱ好きだ、やっぱクドカン作品。まあ、この作品も本当何回も見たいかって言われたらそんなことはないけど、いやでもね俺は全然見応えはあるね。はい、ということで、今回の俺の家の話第1話はいかがだったでしょうか。いや僕はね本当見る前から期待をしてたんですけど、見たらね面白かったかっていうと、いやなんかねそう素直にねそういう風には言えないんだよな、やっぱ重たいから。ちょっとねやっぱりね今こういうご時世ですから、あんまりねそういう重たいものってものはねあんまり見たくないわけじゃない。一応コメディだから最終的にはハッピーエンド的な形で終わると思うけど、ただねちょいちょい挟み込まれるそういうシリアスなところっていうのは、まあどうしてもやっぱ身につまされる部分がね多いから、やっぱり数字取れないんじゃないかな。まあ、クドカン作品はね、やっぱ基本的にはね、数字は取れないから。で、まあ、評価的にはね、高いと思いますけどね。で、まあ、あとはやっぱりこれから、その戸田恵梨香さん演じる桜ちゃんが、その5歳行の女として、まあ、どうなっていくんでしょうね。ね、クドカン作品って本当になんか悪い、悪役なんて存在しないからね、基本的には。最初ね、悪そうだなと思ったやつがさ、最終的に普通に、ね、仲間に加わってたりするから。だからそういう点とかも、ね、あるんで、まあ非常に、さくらちゃんのね、今後も気になるし、あと、長州力が、長州力役で、レギュラー出演これもね、面白いね。あとその息子のその秀夫の学習障害とか多動症のその部分はね、まあどういう風に描いていくのかなとか、まあ本当に重たい部分はね結構いろいろあるけども、まあしっかりとコメディとしてね、ちゃんと見せてくれるんだろうなっていうので、いや全然来週も見たいな。重たいけど。まあそんな感じで今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。Thank you.